ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか。ストライクゾーン。さあ外してくるのか。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに引っ張った。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。打ちました。これはライト方向を流しました。打球はライトへ。3番バッター間にツーアウトです。打ちました。いい打球だ。センターに大きな打球。ストライク。コースに送ってストライク。打ちました。ショート取った。アウト。引っ張った。三遊間抜。インサイド打ちました。ファールボール。出ました。ファールボール。インサイド。打球は左中間へ。オコエが掴んでツーアウト。バッターボックスは8番坂本。マリーンズこの回先制となるホームランが出ています。初球ヒーセンターへ打球伸び、大島が掴んで3アウトです。9回です。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。バッターは DH 宮崎。有原まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。さあそしてはしっかり捉えた。ショートライナー掴んでしっかり捉えた。しかしこれは追いつくか。最後は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。あるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。ボール。これは外れます。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。入った。ホームラン。先制ホームランです。マリーンズ初回。バッターボックスには指名打者の吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。最後はまずはアウトコース。いいボールですね。あれで低ければもっと良かったですね。はい、まあ、引っ掛けさせようというボールですね。なるほど。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました。村上アウト。ワンアウト。さあそしてバッターボックスには村上が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。伸びていく。入った。ホームらしいホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング。追加点。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ファーストが構えます。バッターボックスには6番山本。ツーアウトになっています。ボール。初球ボール。ストライク。スライダー決まりました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。村上が掴んで3アウトです。バッテリーどう組み立ててくるのか。打った。高く上がった。
バッターは9番に入っている甲斐。ツーアウトランナーありません。打ちました。取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。いますマリーンズビハインド。インサイド落ちました。ファールボール。わずかに左に切れました。ファールボール。ボール惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。ストライクゾーン。ここもあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。ワンボール2ストライクです。打った。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁と。さあ、そして打席には坂本が入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。初球打ち一塁へ。一塁への期待に応える投球を見せてほしい。また初球打ち、フェンス直撃。サードランナーがホームに帰る。これも初球打ち、ピッチャーフライ。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。マリーンズ何を投げてくるか。ファウル。フェアならば同点かというところでした。これが2球目。ボール。見送ります。ピッチャーが変わります。一打同点の場面で。ストライク。うまくボール球を振らせました。さあ、追い込みました。はい、外の球打った。抑えた。アウト。これで3アウト。試合終了です。一打同点の点。